ご存知ですか？朝からこの食材をしっかりと食べることで痩せることができるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる魔法の朝食3選、詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの朝食で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せる朝食メニューを3選、詳しくお話していきますね。では1つ目の項目です。なぜ今からお伝えするこの朝食メニューを食べると痩せるのか、その痩せるポイントが3つあります。1つ目です。この朝食を食べるとあなたの腸内環境が整うからなんですね。すっごく大事、もう毎回お伝えしておりますけれども、腸内環境が悪い方は何をやっても痩せることはできません。どういう状態か、デブ菌と呼ばれるね、悪玉菌がいっぱいいる方っていうのは、その太るようなものを食べたくなる、やめられない、止まらないになってしまいます。逆です。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やして育てて、いつまでもあなたの腸内にいてくれたら、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよね。そういった状態を朝からしっかり作っておくこと、これがとっても大切になってきます。2つ目です。食欲を抑えてくれます。いかがですか？1日のスタートから暴走する食欲を抑えることができたら、あなたはその日1日食べ過ぎなくて済むわけですよね。そういった食材を上手に朝摂ることで、その日1日の食欲をコントロールしていきましょう。では3つ目です。栄養バランスですね。これもすっごく大事。栄養が取れてない方は太ります。なぜか、痩せるホルモンの材料は栄養だからです。それがないっていうことはホルモンを作ることができないわけですから、太るわけですね。ですからしっかりと朝からその栄養のバランスを取ることで、栄養を使って結果痩せホルモンを作っていくっていう、そういった正しい体の状態をですね、この3つのポイントを使って、あなたはこの朝食を食べることで痩せ体質に生まれ変わることができるんです。では2つ目の項目です。痩せる朝食のメニュー3選ということで、厳選したメニューをお伝えしていきます。まず1つ目はこちら、無添加の味噌汁になります。これすごく大事。選ぶお味噌は必ず無添加でお願いします。ここに間違っても余計なね、添加物、化学調味料とか入っているものは NG です。なぜかというと、そういったものを取り続ける限り味覚がおかしくなってしまったりで、内臓に負担をかけてしまって結果代謝が落ちますから、ぜひ味噌は無添加のお味噌を選んでいきましょうね。手作りが一番かもしれませんが、難しい方は無添加のものを選ぶようにするだけでも本当に変わります。でこのお味噌自体が発酵食品なんですね。もうこの善玉菌、痩せ菌たちの大好物がこの発酵食品ですから、朝からしっかりと具沢山のお味噌汁、かっこ無添加のものをですね、作っていきましょう。でポイントはですね、この味噌汁の具なんですけれども、やはり食物繊維とタンパク質が摂れるとベストなので、良質のタンパク質ですね、お豆腐とかでプラス海藻類をこうセットで具として使われますと、もう最強のお味噌汁ということになりますよね。例えばお味噌汁の具なんですけども、やっぱり大豆製品ですよね。お豆腐とか、あの納豆を入れる方もいいと思うんですよね。私も時々納豆を入れて飲んでます。お味噌汁ね、美味しいです。ネバネバ食品ですよね。で大豆製品はもちろん腸内環境整いますし、女性にとっては特に嬉しい女性ホルモンのエストロゲンですねと似た働きをするのがイソフラボンですから、しっかりと大豆製品を朝から摂ることで、そういったねホルモンバランスの調整もしていきましょう。そして食物繊維も豊富、高タンパク、低脂質で、大豆オリゴ糖も摂れます。でこのオリゴ糖があることで腸内環境を整えることもできるので、これもとてもね本当におすすめなんですね。あとは何といってもコレステロール値も下げてくれるということで、もしあなたがコレステロール値最近ね健康診断で引っかかってますという方はですね、ぜひ大豆製品積極的に摂っていきましょう。そしてもう一つ簡単な痩せる味噌汁の作り方があります。それはこちらです。純リンゴ酢を適量お味噌汁に入れて召し上がっていただきますと、
こういった痩せ効果、健康効果を得ることができるんですね。でいろんなお酢、基本的に丸なんですけれども、やはり健康で綺麗に痩せたいっていう方はですね、やはりたくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢が一押しなんですね。なぜかってお話を今から詳しくお伝えしていきます。まずリンゴ酢はですね、脂肪燃焼効果、基礎代謝アップ効果、そして脂肪をつけにくくしてくれる効果があります。まあ、要するにご飯を食べるとですね、太るのと血糖値が誰だって上がります。それをねしっかりと抑える効果があるのがお酢なんですが、その中でもこのリンゴ酢が酢酸の働きが強いので、まあ、そういった効果プラス腸を一番元気にする、まあ、前頭運動をですね活発にしてくれる成分の酢酸が一番多いのはこのリンゴ酢なので、ぜひリンゴ酢をお味噌汁にこう適量に垂らすっていうのも丸なんですよね。そして何といってもこのお酢を入れることで満腹感を得やすいです。先ほど冒頭項目1でお伝えしましたね、食欲を抑えることができたらその日1日あなたの食欲はね暴走せずに落ち着きますよってお伝えしました。これを朝のうちに作っていただきたいんですね。そしてむくみ改善効果もあります。やはりですね、体重が落ちたけれどもむくんだままでは見た目がすっきりしなくて嫌ですよね。その時にこのリンゴ酢が持つカリウムの効果で見た目もすっきり、むくみ改善にもなりますから、ぜひですねお味噌汁にこういった純リンゴ酢ですよ、太るリンゴ酢はダメです。詳しくは私のね YouTube チャンネルでこのリンゴ酢ダイエットのことを伝えてますので、この動画見終わったらそちらもご覧ください。ポイントはね、リンゴ酢を適量をまあ垂らして飲むですね。では2つ目の食材はこちら、卵になります。いかがですか？1日あたりどれぐらい卵を召し上がってますか？まあ、大体ね1日1つ食べればもう十分完全栄養食品と呼ばれていますから、こういった卵を朝のうちにしっかり食べるっていうのも丸なんですね。卵は特に朝すごくおすすめです。まあ、なんといってもこの完全栄養食品、食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養が取れるっていうのがね、この卵のすごいところなんですね。ですから取れない食物繊維とかビタミン C はお味噌汁で取って、お野菜とか大豆で取っていただくとかね、そういった形でもいいと思うんですね。食物繊維ですからね。で1個あたり、まあ、約 50g としたらたったの 76kcal ということで、卵はカロリーが低い食べ物ということになります。なのでカロリーオーバーにも本当にね役に立ちますよね。そしてタンパク質量が 6.2g も取れます。そして太るもと炭水化物がたったの 0.2g ですから、本当にこれは高タンパクで低糖質なものになります。ぜひ卵も朝召し上がってみてください。では3つ目の食材はこちらです。リンゴ酢を使った酢キャベツになります。これも詳しい効能効果はですね、別にこの酢キャベツのレシピを動画でアップしておりますから、ご興味ある方はこの動画見終わったら私のチャンネル内の酢キャベツ、まあ、作り方とかですねご覧ください。で私この酢キャベツ大好きで、毎朝小鉢1杯分食べてるんですね。もう快調です。疲れ知らず、もう疲れも取れますし腹持ちもいいですし、なんといってもこのキャベツの食物繊維ですね、水溶性と不溶性2種類の食物繊維が同時に取れちゃうのがこのキャベツですから、もうぜひ朝に酢キャベツ召し上がってください。ではここから簡単に酢キャベツのレシピですねご紹介していきますね。材料です。キャベツ1/4、純リンゴ酢ですね、先ほどご紹介したこちら、無添加のリンゴ酢が痩せるリンゴ酢、それ以外は太ります。なので純リンゴ酢 100ml に対して天然の塩ですね、これもミネラル、マグネシウムなどが豊富に残っているいいお塩を使ってください。もうたったの小さじ1/2で OK です。でこのキャベツは千切りでもざく切りでもどちらでもいいです。ただざく切りだと結構こう歯ごたえがあって、住川先生お腹がねこう満腹感が少量で得られましたっていうコメントもいただいてますから、そこはお好みで結構です。で結局そのカットしたキャベツに純リンゴ酢とお塩を入れてね、こうジッパーがついてる袋にこう揉み込んで一晩置いてもらうのもいいですし、ボウルで混ぜた後ちゃんとね消毒した、まあ、ガラスの瓶でこう保存して入れていただいたら、大体ですね1週間ぐらい冷蔵で持ちます。で詳しいその作り方とか様子動画でアップしてますから、私の
チャンネル内でね、スキャベツの動画後からご覧ください。もう簡単で、この保存容器のところはですね、まあ、保存部分作った後もちゃんとできれば瓶がいいですね。プラスチックでも瓶の容器にちゃんと消毒した後ですね、熱湯消毒で煮沸した後に詰めると、すごくね、衛生的にもいいので気をつけてくださいね。特に暑い季節は傷みやすいので衛生管理には気をつけてください。そして最後に、痩せる朝食の食べる時間帯っていうのがありますから、シェアして終わっていきますよ。こうチェック、どうせ食べるなら痩せた方がいいと思いませんか。なので食べる時間帯もすごく大事なんですね。こちらのエビデンスあるんですけども、朝の6時から7時前後に召し上がった方と、朝の8時以降、まあ、9時頃までに食べる方、検証した結果、さあ一体どちらの時間帯に食べた方が痩せたでしょうかということで、平均値が出たそうなんですよね。でこの朝早い方は体重が 3.8% 減ったけれども、遅い時間に食べた方は 2.2% だったってことで、かなりの差が 1.6% も違うわけですね。なのでどうせ召し上がるならやはり早寝早起き朝ごはんですよね。朝の6時から8時このぐらいの間に、せめて8時前ですね、召し上がっていただきますと痩せ効果がアップしますよ。でプラスここに朝日をちゃんと浴びるとかね、朝一番に起きたら白湯を飲むとか、そういった工夫をされるとますます痩せ体質になりますから、ぜひ朝の習慣として覚えていただいて取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は朝しっかりこの食材を召し上がっていただきますと、根本的な痩せ体質に招かることができて、健康で綺麗に痩せますよっていうお話をシェアさせていただきました。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際食べてみた、飲んでみたっていうね、ご感想ですね、コメントにいただけますと、もとっても嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。